シーズン終盤を迎えて1試合ごとの重み、重要性が増してきています。2021明治安田生命 J1 リーグ第30節、清水エスパルス対ヴィッセル神戸のフライデーナイト J リーグ、 IAI スタジアム日本平からお届けしてまいります。両チームのスターティングメンバーです。まずは清水エスパルスです。ゴールキーパーは権田、ディフェンスライン原、バウド、井林、片山、ボランチにホナウドと松岡、右に西澤、左にベンジャミン・コロリ、ツートップはチアゴ・サンタナと鈴木唯人です。一方ヴィッセル神戸の先発メンバーです。ゴールキーパーは飯倉、ディフェンスライン酒井、菊池、トーマス・フェルマーレン、初瀬、ボランチに大崎とセルジ・サンペール、2列目には真ん中にイニエスタ、右武藤、左中坂、そして前線ワントップに日本代表大迫です。イニエスタがこの位置、初瀬、大崎、初瀬が受ける、そして大迫だ、大迫のクロスボール、ヘディング、最後飛び込んだら武藤です。神戸での初ゴールで神戸が先制。武藤は J6 年ぶりのゴールです。まあ、3対3みたいな状況でしたけれども、いいボールの浮かし方から、まあ、クロスですね。まあ、ディフェンスラインとゴールキーパーの間は少し締められてたので、もう大阪はあえて少しマイナス気味に、まあ、この武藤の頭にしか合わせるようなクロスを入れましたね。鈴木唯人のチェック、いいとこ入れましたね。大阪に入って松岡が奪う。松岡のいいチェックがありましたが、ボールは神戸。イニエスタから裏に抜けて武藤、走るタイミングとパス出すタイミングがぴったりでしたね。ボランチはホナウドと松岡、ホナウドから受けた鈴木唯人、西澤と渡辺、サンタナだ、イークラナイスセーブ、いいクロスが入ってきました。ここですね、センターバックとサイドバックの間にポジションを取ってたチアゴ・サンタナの頭にぴったり合いましたね。サンタナは遠いところにポジションを取っています。西澤からさあ、バックだ、ゴールキーパーイークラが掴んでいます。どんな狙いだったか、後ろからバードが入ってきましたね。まあ、狙い通りのシュートではなかったかもしれないですけども、まあ、体で押し込むような形でしたね。そして展開力のあるホナウド、どこを見るか、右サイド、原に渡る、そして西澤、もう一度原を受けてダイレクトクロスボールだ、サンタナ、原から最後はサンタナ、いや、これ崩し完璧でしたね。長いボールでサイド変えてワンタッチ、西澤からヒールで流したボールをそのまま右足のクロスですね。受けて取った足の意図は合ってましたね。西澤のボール、バウドか、鈴木唯人、西澤に預ける、西澤中に切り込んで自ら来た、わずかに左に外れました。いや、いいじゃないですかね、打ってきましたね、はい、カットにして右足でインスイングのクロスっていうのはありますけれども、これかなり中にセンターの面に入ってきたんで、はい、思い切ってニアサイドを狙いましたね。右に武藤、酒井のクロス、さあ大迫か、最後シュートは大迫、今のシーン、そうですね、手前で2対1の局面作れましたけれども、センターバックが引っ張り出されたんで、あそこは大迫が入ってくるスペース出てきましたね。西澤落として片山クロスボール、サンタナがいる、サンタナ打てるか、おお、今佐々木ですからよく戻りましたね。ホナウドミドル、いやー、ボックスの中で構えられてサンタナにキープされるとやっぱ怖いですからね。ファウルもできないですし、ただここは佐々木があのスペースにしっかり戻ってましたから、うまく対応できましたね。
小林から坂井、足元大迫、さあ佐々木はフリーでいる、大崎のシュートだー、決まって大きな追加点、神戸大崎のゴール。いや、この斜めに入れて大迫が起点作る、引っ張り出したその後ろから出てきた大崎でしたね、はい、シュートがまたこれディフェンスにあったんですかね、コースが読めなかったんですかね、少し変わったんですかね、コースが。あー、当たってますね、当たってますね、はい、ここで試合終了の長い笛、スコア0対2、勝ち点3を手にしたのはヴィッセル神戸、武藤の先制ゴール、そして大きな追加点、大崎に生まれています。交代カード5枚を使い切った神戸、交代カード4枚を使った清水、まさに死闘総力戦となりました。